今日の台所錦市場でお買い物をプロのおすすめ。今回は、季節の素敵なもの、可愛いものがいっぱいの飾り錦さんに伺いました、クリスマスの可愛いこういうサンタクロースも、それからクリスマスツリーもあります。さあ早速お話伺いましょう。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。はい、さあ12月になりました。はい、クリスマスのもの、お正月のもの、いろいろあるかなと思って伺いました。はい、よろしくお願いします。はい、この季節は飾り錦はクリスマスとお正月と暖かいセーターで、暖かいセーター、はい、暖かいセーターで、はい、すごく暖かい雰囲気に満ちた飾り錦。本当ですね。まあ、いつもいつも暖かいなっていう感じがしますが、ありがとうございます。さあ、来年は2020年はネズミ年なんですね。はい、はい、ここに並んでるあのネズミさんは全部和紙でできてるんですけれども、そうですか。こうちょっと動かしていただくと首がペコペコと動いて、赤べこの、はい、ね、そうですね、あの会津若松の人形のように、はいはい、毎年人気の、可愛いですね。の置物の大中小、はい、そうですね、さまざまなサイズがあります。はいはい、でこういったちりめんの置物も非常に人気で、はい、毎年錦で干支の人形を求めていただくお客様、楽しみにしていただいております。そうですか。はい、まあ、よくあるのは、まあ、陶器で作られたというか、はい、そういうものが多いかなって思うんですけども、はい、これは手がやっぱりかかってるなっていう感じがしますね。そうですね、京都で作っております。はい、ちりめんの生地を用いて、素晴らしい、はい、毎年これも俵のネズミさんで、俵のネズミが米くって中、はい、そうですね、お米食べたらあかんよという感じですが、こちらは松竹梅 で、 いいで、ね、はいはい、これもちりめんで、そうでございます。いやー、かわいいですね。はい、これは今年ならではというか、う、ね、2020年ならではの置物ということですね。はいはい、私も毎年楽しみにしております。本当ですね。はい、それから、こちらはこれは旬の綴り織。そうですね。はい、こちらは和紙の上にちりめんでこう細工して、それを貼り付けたような教えになっております。そうですか。はい、土台は和紙なんですね。そうなんですよ。そうですか。はい、もうこれは獅子舞、獅子舞とあと松竹梅、松竹梅、はい、おめでたいです。ただ今ここに並んでるのはお正月のものなんですけれども、はいはい、季節季節に、そうですね、はい、毎年四季折々のお花であったり日本の眺めということで、分かりました。お雛様なんかもご用意しております。はい、ありがとうございます。